皆さんこんにちは、フジロクです。今回はお豆腐を使ってパンを焼いてみました。なんとこれお豆腐でできているんですよ。豆乳とお豆腐がメインになっていて、かなりヘルシーなパンになっています。毎日食パンを食べる方はね、この豆腐のパンに変えるだけで結構カロリー下がるんじゃないかなと思います。そして同じ生地なんですけど、ごまを入れて、さらに中にはチーズを入れて、はい、豆腐ごまチーズパンも焼いてみました。こちらはがっつりカロリーありますので、カロリー気にしないけど、美味しい豆腐パン食べたい人はこっちを作ってみてください。このパンは牛乳の代わりに豆乳、そしてバターの代わりにオリーブオイルを使っています。そしてなんといってもたくさんお豆腐入っていて、体にもいいので、ぜひ皆さん作ってみてください。私のおすすめはですね、このとろっとしていないチーズの方、クリームチーズ入りの黒ごま豆腐パンが一番美味しかったです。さあでは作っていきましょうか。詳しいレシピは概要欄にも記載してますので、合わせてご覧ください。ではレッスンスタート。今回もホームベーカリーで生地をこねていきます。まずは強力粉、そしてきび砂糖、お塩、ドライイーストを加えていきましょう。そして甘さは砂糖だけではなく、今回蜂蜜も使います。蜂蜜を入れると生地がとてもしっとりしますよ。食パンなんかはね、ちょっとパサパサしやすいですからね、蜂蜜を入れてあげると翌日もしっとりする効果があります。そしてオリーブオイルですね。オリーブオイルでも構いませんし、太白ごま油や米油、お菓子に使うようなね、無味無臭の油でも OK です。そしてここに温めた豆乳を加えます。ホームベーカリーでこねるときは基本的にはね、水分温めないんですけども、温めた方がパン生地がね、綺麗にこね上がるので、40度ぐらいに温めて加えてください。そして今回のメインですね、お豆腐です。お豆腐は木綿豆腐を使ってください。絹ごし豆腐だとね、パン生地ちょっとベタつくので、木綿豆腐がおすすめです。このように崩してから加えるようにしましょう。こちらね、重しをして水気を切るなんてね、めんどくさいことはしてないですよ。パックから出してそのまま使っております。とても簡単なので、お豆腐は適当に崩してホームベーカリーに入れて、あとはスイッチ入れるだけ、こねてもらいましょう。まさかお豆腐が入ってるだなんてわからないぐらいですね。しっかりとパン生地になりました。ではこのパン生地はですね、はい、私ホームベーカリー信用しておりません。ただのこね器として使っておりますね。失礼ですよね、パンのね、ホームベーカリーにね、もう10年ぐらい使ってるんですけど、1回もホームベーカリーでパンを焼いたことがありません。はい、今回も生地を取り出してグルテンチェックをして、はい、発酵させますよ。パンの耳の部分を引っ張って、こんな感じで膜が張ってたら OK です。引っ張る時に引っ張りすぎちゃうとね、絶対破れるので、優しく引っ張ってください。薄い膜が張ってたら OK ですね。丸め直しをしてボウルに入れて、ふわっとラップをかけて一時発酵、40度40分です。はい、こんな感じでね、わざわざボウルに入れた方がおすすめです。どうしてもホームベーカリーだとね、張りがないまま発酵してしまって、テスト、この後フィンガーテストって言ってね、パン生地できたかなのテストがね、分かりにくいので、できるだけね、パン生地は取り出して、そして発酵させてもらった方がいいと思います。こちら黒ごまバージョンです。黒ごまを入れて同じようにこねて、こちらも発酵させていきましょう。一時発酵40度40分、2倍近くなるまでね、2倍ぐらいの大きさになるまで発酵させます。一次発酵が終了しました。かなり大きくなりましたね。一次発酵というのは、だいたい生地が2倍になったら OK です。でここからですね、指に粉をつけて真ん中にプスッと穴を開けます。こちらフィンガーテストと言います。でこの指の跡がそのまま残ってたら OK です。でこの跡がですね、これパンチって言うんですよ。はい、ガス抜きとも言いますね。はい、発酵してね、ガスが溜まってるのをこうやってガス抜きします。ガス抜きするとまた新しく発酵しようとね、パワーが出てきて、さらにパンが大きくなるので、パン作りは飴とムチなんですね。はい、こねて発酵して、そしてまた成形して発酵してを繰り返していきます。生地はこちら2分割にして丸め直しをしました。
食パンの生地はね、分割すると結構大きいでしょう。普通のパンだったら1個50とか 60g とかなんですけど、200とか300ぐらいね、一つ塊であるので、はい、ベンチタイム結構な時間かかります。その間にね、型にバターを塗ったりして準備しておきましょう。ベンチタイムは20分近くは取ってほしいかなと思います。夏場でね、部屋がめちゃくちゃ暑いんだったら10分ぐらいでも大丈夫だと思うんですけども、基本的には15分から20分は取ってあげてください。こんな感じでね、ふわっとした方が成形しやすいですよ。では今から成形していきます。成形するときに使っているのはガス抜き綿棒です。まずは十字に印をつけて、真ん中から上、続いて真ん中から下、そして真ん中から上、真ん中から下、1、2、3、4、そしてこの端の部分を5、6、7、8回綿棒を当てました。この8回綿棒を当てたのを同じようにしてください。綿棒を当てる回数が違うとパンの膨らみが変わってきます。そして三つ折りをして、空気を抜いて、くるくるくるっとまとめていきましょう。でまとめたら最後ですね、閉じ目はしっかり指でつまんでおきます。これで成形完成です。ではもう一つやっていきましょう。生地を閉じ目を上にして十字にクロス、真ん中上、真ん中下、真ん中上、真ん中下、左右、左右、8回、そして三つ折り、空気を抜いてくるくるくるっとまとめて、最後は閉じ目をしっかり指でつまむ。はい、こちらで完成です。では型に入れていきましょうか。この型に入れるときね、ちょっと注意点ありますので、しっかり見ておいてください。型に生地を入れるときはね、適当に入れるのではなく、このような形で入れてください。真ん中に向かって巻き目が向かっている感じですね。両方同じ向きとかじゃないんですよ。右向け右でもないし、左向け左でもないし、この巻き目がね、お互いに向かい合うように入れてくださいね。ではラップをかけて二次発酵です。二次発酵40度で30分です。続いて黒ごまの生地を成形していきましょう。こちらですね、もうベンチタイムが終わった状態です。閉じ目を上にして、そしてこの上にチーズを乗せて包んでいきます。生地を手で平たくして、そして真ん中にチーズ乗せます。こちらがですね、スライスチーズ、とろけるチーズです。はい、このように包んでいきましょう。閉じ目しっかり閉じて、少しだけね、丸め直しをします。もう一つはクリームチーズを入れました。クリームチーズはですね、冷凍するとちょっとパサパサになってしまうので、もしこのパンね、冷凍することがありましたら、とろけるチーズの方がおすすめです。あんまりね、チーズね、冷凍向かないんですよ。この白いチーズ、クリームチーズ、モッツァレラとか、そういうね、フレッシュチーズと呼ばれるものはちょっと冷凍しにくいですね。はい、では食パン先に焼いていきましょう。このお豆腐のパンなんですけど、基本的にね、食パンってこれぐらいの高さの時にもう焼いて OK なんですよ。型から出ないぐらい、出そうかなっていうこの1センチ下ぐらいで焼くといいんですけど、お豆腐のパンね、ちょっと膨らみ悪いので、ふわふわにしたい方はね、型からはみ出るぐらいまで発酵してもいいですよ。ただそれ過発酵になるので、中に空洞ができてしまうこともあります。まあ、そこが難しいですよね。なので、まあちょっといつもより低いパンだなっていうのを頭に入れといてください。はい、こちらはですね、上から強力粉を振りかけて、ハサミで十字にカットしておきました。温度がちょっと違うんですけど、食パンの方がですね、はい、焼けたらこんな感じです。200度で30分焼いております。しっかりね、はい、焼き色ついてるんですけど、このね、皮が美味しい。一回食べたんですけどね、この皮がね、やっぱりね、お豆腐感ありましたね。すごい美味しかったです。そしてこっちのごまのパンなんですけど、こちらね、温度200度ではありません。180度で焼いてます。180度で15分から17分ぐらいかな。はい、ではできたのでね、早速ちぎっていきましょうか。3、2、1、オープン。もちー。はあ、お豆腐のパンだなっていう断面ですよね。かなりしっとりしてますよね。あと普通食パン焼いたらこんなちぎり方しませんよね。完全に動画用
ね皆さんやります？食パンこんなちぎり方しないですよね。もう完全に動画用、サムネ用でございました。続いて、はい、チーズのパンです。あー、熱々、穴開いてる。あー、うん、これはダメ。はい、じゃあもう一個ですね。はい、びっくりしたんですよ、これちぎる時にめちゃくちゃ熱くて、でね、こっちもね激熱なんでね、手が震えております。熱い。あ、でもチーズがすごい、わ、サムネ映えっていうのでね、ちょっとね熱さを我慢しながらちぎっておりますね。美味しそうでしょ、これとろけるチーズだとやっぱり映えますね。あー、美味しそう、お腹空いた。熱い。はい、ということでね、ちぎってみましたよ。熱ってしてますね。はい、クリームチーズはねちぎってもねあんまりね変わりません。ただ本当に食べた時に美味しいのは私クリームチーズだと思いましたね。あの、子供はとろけるチーズの方がいいかもしれないんですけど、大人はねこっちの方があっさりしてるしコクがあるので、こっちの方がいいかなと思います。さあ、ということでお豆腐のパン勢揃いしました。皆さんいかがですか？めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひぜひ作ってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたか？この動画が面白いためになったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。